あんたは水鉄砲を持ってくると思ってた。一緒に泳ぐわけじゃないのか？あなたは相手を理解してるか。確か俺も昨日そんな本を買ったな。あれはタイトルがついてるだけのノートじゃないのか。習字用に買ったんだが、あんたの探査機だ。ああ、ちょうど天気もいいし、終わったら砂浜で日光浴でもしよう。お前たちの心をズタズタにしてやる。心を砕く感覚はなんて素晴らしいんだ。いや、お前たちの雰囲気あっさりしすぎだな。あいつ今俺たちをバカにしなかったか。けど雰囲気があっさりしてるっていうのはどういう意味なんだ。内容が俺たちの状況に当てはまるとは限らないが、参考程度にはなるはずだ。タイトルに惑わされたな。でも全部が全部理論ってわけでもない。例えばここには、親密な関係においてキスは互いの感情を伝える重要な手段であるって書かれてる。今何か俺に伝えたいことはあるか。愛する人とキスをすると、エンドルフィンが分泌されて鎮痛や麻酔の作用があるとも書かれてる。幻覚剤みたいだな。本当か？俺はまだその方法で解決したことはないが、あんたがやりたいなら今からしてもいいぞ。ああ、確かにそうかもな。でもここを見てみろ。愛情のこもった眼差しで相手を見つめることは感情が高まっているサインである。実際にやってみるか。愛情のこもった眼差しで。
ずっと俺を見てるが、何か言いたいことでもあるのか。そういうことだったのか。俺はてっきり獲物を狙う子供の虎に出会ったかと思った。襲いかかるチャンスを伺ってる虎にな。それならあんたにも一緒に試してもらわないといけない。昨日関係の進展を読み終わったんだが、一つ面白い命題があったんだ。10秒間見つめ合うことができた二人はキスをせずにはいられなくなる。凛空科学教育出版社が出した本だ。モールス信号の瞬きバージョンだ。俺が作った聖夜信号だからな。今日は一日中一緒にいてくれないかっていう意味だ。ワンダラーもいないし、緊急任務や事件もない。こんな日はソファーでダラダラ過ごすのにぴったりだろ。一人でダラダラするのと二人でダラダラするのは違う。俺は負けてないと思う。ずっとあんたを見つめてたし。どうしたんだ？なんだって？審判さん、選手はまだルールを知らないんだが。じゃあ今から再選を申し込んでもいいか、審判兼選手のお嬢さん。あんた、俺が質問に答えるようわざと誘導してるだろう。そうすれば俺の最初の言葉が。わかった、降参だ。この選手の策略はレベルが高すぎる。あんたにだけだ。さっきの質問の答えだ。あの自作の信号はあんたにしか使わない。曲がってるぞ。
たな。きっともう雰囲気があっさりしてないカップルに引き寄せられたんだな。じゃあ後で一緒に新しいノートを買いに行こう。あそこにフォトスタジオがあるから、そこに入って隠れよう。目は心の窓だ。瞬きは2回しかしてないが、心の中ではそう思った。それは行こうって意味だな。気に入ったなら、これは俺たちだけが使える専用の信号にしよう。俺の瞬きの頻度は確かに高いみたいだな。しまった。もう少し警戒するべきだった。ゆっくり散歩しながら帰ろう。せっかくお揃いのカチューシャをつけたんだ。すぐには外したくない。